こんにちは、113期の今井聡です。115期の鈴木薫です。はい、お願いします。今日は僕らで、普段、一般の人が入れないようなところを、紹介していきたいと思います。よろしくお願いします。中はまあ畳が敷いてあって、ここで、まあ、着替えとか、まあ、ストレッチやらしたりして、で奥にローラーとかワットバイクが置いてあるんで、そこで、練習もできます。はい、であとはこっちのスペースで自転車の整備をしたりとかギアを変えたりとか 今ちょうどやってます。はい、ちょっとここ人が多いから恥ずかしいですね。まあ、筋トレ器具も結構揃ってて、みんなバシバシやってますね。はい、あ、ちょっと今やってますね。めちゃくちゃいいですね。ここが、まあ、室内練習場ですね。雨の時とか、まあ、アップに使ったり、いた、はいはい、1本いっとく。まあ、自分ら室内、外が乗れない時とかはこういうワットバイクでもがいたりしますね。まあ、外よりも結構負荷がかかって、いい練習にはなります。でもきついんで結構やりたくないメニューではありますね。10秒いきます。10秒、はい、5、4、3、2、1、スリー、やるべき。やまった、あと5秒。4、3、2、1、はいって感じです。これがワット最大パワー1485。ちょっと弱いですね。これ1700とかやっぱいけば強いなって感じです。そうなんだ。うん、検査場になります。慶応学開催の時に、ここに選手がまず集合して自転車組み立てて、で検査員さんに検査をしてもらって、っていうとこです。でこの奥がアップするとこです。レース前にアップするローラーがいっぱい置いてあります。こっちはもう参加選手専用ですね。さっきのとこは、まあ、自分らの練習で使うとこで、こっちは一切入ってこれないです。練習では。この辺にそう検査員さんがいて、まあ、自転車1台ずつチェックしてって感じです。まあ、こんな感じではめ込んで、こうへこみとかも見るんですよね。でこうちょっとこれへこんでるんですけど、これぐらいなら大丈夫なんで通せますけど、もうへこみがひどいと弾かれます。ここは一番緊張するところですね。結構、はい、こんな感じでこうやって緊張してますね。こう車番ごとに自分の車番のところに座って、はい、緊張感漂ってる場所なんで、そうもうみんなもう繊細な状態なんです。なんか変なこと言ったらぶっ飛ばされる空気ですね。はい、ぶっ飛ばされることはないけど、ここにオッズタイム、オッズの今そうそう誰が人気だっていうのを、これでも見る人と見ない人って分かれますね。あ、自分が人気だとやっぱ期待に応えないといけないっていうプレッシャーとか感じたくないっていう人はやっぱこういうのは見ないようにしてる人もいますね。自分は見ますね。あんまプレッシャー感じないかな。感じる？あんまり意識して見ようとも思ってないですし。あ、見ない派？あんまり見ない派です。塩ありますよ。塩をこれやっぱ日本人っぽいのはお清めの塩があって、こうつまんで、まあ、自分の自転車に振ったりとかこうやってかけたりとかやってますね。みんなやっぱ落車とかそういうの怪我も多いし、お清めの塩です。開催指導員室って言って、レース後に、まあ、自分らのレースをチェックする部屋ですね。こんな感じになってて、で奥に開催指導員さんがいて、
ここの場合は長勝寺さんです。ここにいて今のは失格厳しいんじゃねえかみたいな感じで言ってくれたり、今のは失格だよみたいな。大体審判からこう電話かかってくるんですよ、今のは失格ですって。で長さんが、長勝寺さんがここで受ける役で、うん、でみんなに伝えるっていうか、まあそんな感じです。医務室ここです。まあタンカーで運ばれてここ直行ですね、転んだら。ここが控室になります。競争前準備、時間、ウォーミングアップの時間が来るまでここでゆっくりしたいというスペースですね、うん、そう。終わってからもまあ先輩とかのレース待つとこもここですね。ゴロゴロしたり、うん、まあレース終わったら大体ここにいますね。あとは自転車いじったりとか、アップ終わって戻ってきた先輩に、まあマッサージじゃないですけど、ちょっとやってみますか。じゃあ俺がレースでアップ終わりました、帰ってきました。じゃあ僕はじゃあ座ってここちょっとゆっくりしてはいっす、すみません、足あります。あ、じゃあ頼むわ。はいって感じで、こんな感じでここに寝て、だいたい上の棒があるところの下に寝ます。はい、で踏んでもらって、あで、大体どうほぐれてる。あ、めっちゃいいですよ。うん、っていう、そう、仕上がってますよとかって言ってくれるんですよ。うん、はい、いいよ。腰と背中もうお願いします。はい、よし、あ、はい、ありがとう。はい、やっぱりって感じです。行ってきますって言って、はい、ごめんなさいって感じです。今後輩は何て言うの？頑張ってください。を略してガッサイって言います、みんな。1階は女子エリアです。で、ここ談話コーナーになってて、ここでダイジェストとか見たり、まあそんな感じです。はい、一人巣箱みたいな、まあ仕切りがあって個室みたいにはなります。寝るときはもうだからこれ閉めちゃって、はい、寝るときと、あと負けて落ち込んだときはこう一人でこうですね。ここが共通のスペースですね。外はまあ見れないようになってます。先輩とか他の同じ部屋の人が先に寝ちゃったりとかしたときに、閉めて光をできるだけ漏らさないように。先に先輩寝てたりした。朝とかもね、朝結構みんなバラバラだったりするし、朝起きるのは、はい、すげえ静かに起きますね。ここが食堂です。はい、かなり多摩川が見えてめちゃくちゃいい景色だと思いますね、自分は。はい、だいたい窓側で食べます、自分は。いいですね、はい、決めてますね。こっちでまた売店があるんですよ、お菓子とかジュースとかアイスとか。はい、ここでまためくりが発生しますね。あのタウンページだいたい食後かなり使い込まれて、はい、時刻表がなんかでも元々はそうですね。ちょっと実際にどっからめくり2人だいたい今先輩が行きます。これ8です。めっちゃ強いです。はい、で大体、悪い気を落とすためにこうやってやる人です。自分が勝つためにこうやってやる。で、こうやって気合い入れてめくれる人です。で、シャッ破けちゃったよ。3と8と9で、2です、ね、めっちゃ弱いです。意味ないです今の。
ここが脱衣所で、増えた減った、あんま変わんないですね、うん、洗濯機があって、はい、ここで洗濯する選手も脱いだ服をそのまんまパッて置いて、あこんな感じで、はい、はい、ありがとうございました。まあこんな感じで選手の裏側を見てきました。はい、はい、新鮮だったと思います。ありがとうございました。ありがとうございました。